東京都立八王子東高等学校は東京都八王子市高倉町に所在する都内有数の進学校である都立高等学校都立八王子東高校正門名表1976年開校都内屈指の進学校であるがナンバースクールを前身とする他の都立進学校と異なり日の八王子市民による都議会への請願によって 開校に至った新設校としての背景を持つ。校地は1950年に閉場した八王子競馬場の跡地が使われた。開校当時は新設校ということで学校群に属さず単独選抜校であった。その後、学区内の学力上位層が集中し、1982年から1993年まで採用された。 グループ合同選抜制度における第7学区のトップ校となる。2001年に日比谷高校、富山高校、西高校とともに多摩地域で初めて進学指導重点校に指定された。2003年に学区が廃止された後も多摩地域において国立高校や立川高校等とともに難関校とされている。 重点校の中で一番生徒を伸ばすとも言われ、面倒見の良さに定評がある。高校名は、当初、高倉となる予定であったが、市内に、既存の、片倉と、近藤が予想される、との石坂富士初代校長による愚心により、現校名となった。略称は、八頭、東,東、東高等である。また、 本校の生徒のことは、登ると呼ぶことが多い。現在、進学指導重転校、英語教育推進校、理数研究校、アクティブラーニング推進校、海外学校間交流推進校に指定されている。恵まれた環境、施設を活かして、たくましい体と豊かな情操を養う。学問と芸術に対する興味と関心を引き出し、自主的勉学の態度を要請する。 自由と規律についての正しい自覚を育て、高校生らしい生活態度を養成する。塾、予備校いらずを歌い、軸足を学校に置いた進学指導を目指している。南韓国公立大学を目指す生徒に対応したカリキュラムが組まれている。すべての教科、科目を偏りなく学ぶために、2年次までは文系と理系に分けることなく、 全員が同じ授業を受ける。1学年から2学年に進級するときにクラス外を行うが、2学年から3学年に進級する際はクラス外を行わない。これは分離融合の時代を見据えて、多様な考え方、価値観を共有し充実させ、生徒同士の相乗効果を生み出すことを狙いとしている。2003年より一般入試に国語、数学、 英語での事項作成問題を採用している。2018年、宮本久也が第13代校長に補せられた時から、全不妊校である都立西高校と同様に、大学入試改革に対応した教育活動として、探求という独自の取り組みを導入し、国語探求、英語探求、探求基礎、探求応用、課題探求という独自の授業を実施している。 具体的には、大学の研究室や企業と連携した課題解決プロジェクト、個人での調査研究、論文作成、成果発表などを通して、生徒の主体性と対話的で深い学びを促し、普遍的、汎用的な課題解決能力を養っている。2019年には、国際言語学オリンピック銅メダリストを輩出した。 都立八王子東高校校章校受白菓市1976年に制定された。作詞、石坂富士、作曲、杉崎明夫都立八王子東高校校舎案内図、第42回白河市祭り、白河市祭りとは、本校の文化祭、体育祭、五夜祭の総称で、毎年9月上旬に文化祭が、 中旬に、体育祭、ご野祭が開催される。工事である白河市にちなんでいる。各校の後の括弧内は、参加学年である。表記がない場合は全学年による。現在ある部活動等団体の一覧は、下記の通り。部活動加入率は95.0%。全国大会出場経験のある部活動は、陸上競技部、水泳部、卓球部、演劇部、 コーラス部である。政界放送会学術会文化芸能、マスコミスポーツ。ありがとうございます。